いやーすごい混雑ですね。現在の時刻は15時25分です。ここは武蔵野線の南流山駅です。普段この時間帯ここまで混まないんですけど、前の電車との間隔が20分ぐらい間空いたみたいなんですよね。この後はたくさん電車来るみたいなんですけど、ホーム上の混雑がすごいことになっています。電光掲示板には遅れ25分の表示、20分ほど待ってようやく武蔵野線の電車が入線いたしました。車内も大変混んでいます。次の電車すぐ来るっていうのは JR 東日本のアプリを見ればわかるんですけど、多分このホームで待ってる方は次の電車もなかなか来ないって思ってる方はすごい多いと思うんですよね。だからおそらく待ってる方、皆さんがこの電車に無理にでも乗るんだと思います。多分このホームで待ってる方は次の電車もなかなか来ないって思ってる方はすごい多いと思うんですよね。だからおそらく待ってる方、皆さんがこの電車に無理にでも乗るんだと思います。乗車が済んでない状態でドアが閉まりますの放送が流れましたか。次々とお客様が乗り込んでいます。なんとか扉が閉まりました。ホーム上でまだ待ってる方も中にはいらっしゃいます。武蔵野線は本日14時過ぎに南流山駅で人身事故が発生いたしました。約1時間後の15時頃に運転を再開する予定でしたが、車両点検等があり車両に損傷があるということで、その確認作業に30分ほど時間を要してつい先ほど運転を再開しました。貨物が今通過していったのに後ろからまた別の貨物がやってくる。そんなことね、珍しすぎますよね。貨物の後ろが貨物から見えてしまう。いやー暑い。武蔵野線は南浦和駅で発生いたしました人身事故の影響により左手の運転となっております。現在は電話運転を再開しております。2番線南船橋タウン駅の電車はお隣の三沢駅到着しております。まもなくの到着です。2番線各駅停車ただいま約20分遅れになっておりますという表示が出ています。これおそらく後放送でも同じ放送用意されていると思います。この電車は20分の遅れ、その次の電車も25分の遅れなんですけど、一番遅れている電車は約2時間の遅れです。この後2本20分程度の遅れの電車が到着した後、大幅遅れという表示がおそらく出ると思います。その電車が人身事故の当該の編成と思われます。もう次の電車がやってきました。先ほどとは駅の混雑状況がかなり違います。先ほどと違い車内はかなり空いております。
数分待つだけでこんなに快適な車両が来るとは。この電車も約20分遅れ、大幅遅れの電車がそろそろ来るはずなんですけどね、海浜幕張行きに変わっちゃいましたね。もしかしたらどこかで折り返し運転をしているかもしれません。最近 JR 東日本では2番線に参ります。東京行きの電車は現在吉川駅に到着しております。吉川駅から東京駅までは約10分程度での到着を見込んでおります。お急ぎのお客様にはご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。ちょっと間隔が空くみたいですね。中の電車が通過するみたいです。また貨物か。そういうお客様にはご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございませんでした。2番線東京行きの電車まもなくの到着です。なおその次に参ります海浜幕張行きの電車現在吉川南駅に到着しております。結構間隔空きましたね。結構ホームは混んでます。まあ最初の時ほどじゃないですけど、最近なんですけど結構折り返し運転を、運転見合わせ後20分後とか30分後に始めることが多く、それによってダイヤの戻しも早くなってきてる感じがいたします。またその状況が分かる動画がありましたら皆さんにお届けしたいと思います。ありがとうございます。今度の2番線の電車は15時
各駅停車海浜幕張行きです。この電車はただいま約今度の2番線に参ります。海浜幕張行きの電車は現在新三郷三郷間を運転をしております。次は新松戸に止まります。ありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車は